が会社員の時に聞いときたかったなっていう内容になります。僕もやっぱそれに衝撃を受けてですね、引き金っていうものに使うようになってからですね、いろんなことがうまく回り始めたんですね。はい、まず一つ目なんですけども、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。物を持たないだったり、必要最低限のものを持つだったり、本当に必要なものにしかお金を使わないっていうミニマリストがですね、じゃあ普段何にお金を使っているのかっていうのを、まあコメント欄だったりとかライブ配信中のコメントで結構いただきます。そうで、僕自身ですね、確かにそういう話シェアしなかったなと思いましたので、まあ、今回は、まあ、ミニマリズムのライフスタイルを4年間送っている僕がですね、じゃあどういうふうにお金を使っているのかっていうのをシェアしていきたいと思います。で、僕はですね、2014年の11月に会社を辞めて起業をしまして、でそれからいろんな方にお会いをさせてもらってるんですけども、その中にはその道30年の60歳男性の投資家の方だったりとか、あとはトップアフィリエイターの方なんかもいらっしゃいます。で、そこの人たちから教えてもらったこういうお金の使い道をするといいよっていうものを今でも実践しています。まあその中で生き金と死に金っていう概念があるんですけども、まあその生き金に使いなさいっていうことですね。じゃあ具体的に何が生き金なのかっていうのは後ほどシェアしますけども、それに使っています。で、今からシェアする話を僕が会社員の時に聞いときたかったなっていう内容になります。まあなので、きっといやこの動画を見てくれて皆さんに役に立てるかなというにも思いますので、まあ、興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、まず一つ目なんですけども、健康です。健康っていくと、いやもうそれショッピーさん分かりきってますからとか、めちゃくちゃつまんないですよっていう人いると思うんですけども、僕が教えてもらった健康っていうのは、脳の能力をその最大限発揮するための肉体作りっていう意味になります。そうなので、栄養面だったり、睡眠だったり、運動ですね。まあ、ここら辺のものを、まあ、細かくきっちりこういうことをやるといいよっていうのがあるんですよ。そう。まあ、といっても、本当に細かすぎて、もう100個ぐらいあるわけなんで、ざっくり僕がやっていること、日々続けられていることっていうのをシェアさせていただきます。まず一つ目がですね、こちらと、こちらと、はい、こちらです。まず一つ目、レモンなんですけども、このレモン汁を水に溶かして、レモン水として飲むっていうやり方です。本当はオーガニックのレモンがいいんですけども、僕はスーパーで買えるこのレモン汁を使っちゃってます。で、これを飲むとですね、朝、めちゃくちゃ腸がですね、もうめっちゃ活発になって、朝一発目からうんちがブリブリって出てくるんですよ。あ、ちょっと夕飯の方いたら本当にすいません。けども、とりあえず朝から快便快便なんです。腸内環境が僕たちの健康を左右するっていうふうに、まあ、言ってる人もいるぐらいなんで、なのでそういう腸を整えるため、朝から整えるためにこのレモン水を飲むということです。まあ、もっと他にも効能はあるんですけども、そうですね。で、2つ目にこのリンゴ酢っていうものを飲みます。で、これはもちろんオーガニックがいいんですけども、僕はスーパーで買えるものを買ってます。で、これを水で割って、リンゴ酢、水としてこう飲むんですけどもね。はい。で、これの何がいいかって言ったら、まあ先ほどの腸内環境の話じゃないですけども、便を大きくして腸内活動を活発にさせたりとか、あとは内臓の中にある、結石っていうんですかね、それを溶かしてくれる役割もあったりとか、消化体っていう部分がこの脳の中に一部にあるんですけども、それを柔らかくして、ひらめきのパワーをこう、なんか上げてくれたりとか、まあいろいろな効果がですね、このリンゴ酢にはあるということですね。まあここまで聞いて、怪しいっていう人もいると思うんですけども、まあ、僕が教えてもらったことを素直に実行してきて、まあ、確かに、まあ、劇的な効果を感じたわけではないですけども、まあ、それをこう大真面目にやり続けて、ですごい肌も綺麗だったりとか、あとも仕事バリバリできてたりとかもするわけなんで、そう、これおすすめだよ、スーパーで買えるし、なんかそんなサプリメントとか買わなくていいから、これでとりあえずこれだけ飲んどきな、みたいな感じでおすすめしてもらったことを今これ飲んでます。はい。で、あとですね、このプロテインですね。これはアマゾンで買った無添加プロテインっていうやつです。で、僕、プロテインを変えて、花粉症の症状が弱くなったんですよ。そう、無添加プロテインに変えてから花粉症の症状は出ますけども、でも収まったっていう経験がありますので、必須アミノ酸を効率よく取りながら、でもかつ無添加なんで、花粉症の症状も抑えられるということで、この無添加プロテインっていうのを、飲んでます。はい。例えば、レモン水、ま、これぐらい本当適当ですね。なんか細かくあったと思うんですけど、僕は適当にやっちゃってます。はい、こんな感じです。そして、ここにろ過したお水をこう入れていきます。はい、
そしていただきますと。ああ、うわ、酸っぱ、ああ、酸っぱ。ああ、はい。ということで、まあ、すごく健康にいいということで、これだけは続けられてるっていう感じですね。はい、なのでこれやってます。まあ、基本的にはスーパーで買えるものなんですけども、リンゴ酢だったりレモン水だったり無添加プロテイン、まあ、これはアマゾンネットで買いましたけども、だったりあとはニンニクですね、こういったニンニクだったりごま油だったりっていうのを買っています。基本的に家で自炊をしています。あとはまあ健康法に関して前ジムに行ってたんですけども、今ちょっと忙しくなっちゃったので、もう基本的に家でできる自重トレーニングっていうのをやってます。例えばですね、鼻チンコこすり腕立てっていうのがあるんですけども、こうやってグーって下がって鼻とチンコをこすって上がるっていう、これをまあ20回ですね、ゆっくりやるんですけども、そう、これだけで結構腕がつくんですよ。まあこういうことをやったりですね、あとは寝転がって腹筋ミールなんですけど、こうやってやったりとか、あとこうやってやるのを、なんていうんでしょう、その20回やったら次の日に移行していくっていう、そのノンストップでやったりするんですよね。おお、またこれに関してもちょっと詳細は別途なんかどこかでシェアしたいなというふうに思うんですね。まあ、今回はちょっとどこにお金を使っているかっていうことなので、詳しい内容はシェアしないですけども、まあ、こんなことやってます。そうそう、あと忘れてました、このエンザイムっていうのもめちゃくちゃ取ってるんですよ。エンザイムはもう体を作るためのもう要素っていうか欠かせない要素なんですけども、このエンザイム、まあ酵素ですよね、酵素を取るための食材はもう常にキープしています。例えば、キムチだったりとか納豆酵素だったり、こういう発酵食品に関してはもうめちゃくちゃ買ってますね。バナナを生で食べたりとか、そうフルーツ生で食べたり、野菜を生で食べたりっていうこともしています。そうなので、先ほどの栄養プラスそのエンザイムですね、これにもお金を使ってます。以上が僕が健康にお金を使っているところですね。脳のパフォーマンスを最大限発揮するための健康法にお金を使ってるっていう感じです。2つ目なんですけども、時間です。時間を買うっていうことですね。でこれは僕が会社員の時にはもう全然わからない概念だったんですけども、起業してミニマリストになってからですね、時間を買いなさい、時間を買いなさいっていうことをすごく教えてもらったんです。例えば僕が起業して最初は輸出っていうことをやってたんですけども、それを全部そのリサーチから仕入れて保管して出品して、で売れたら梱包して発送してっていう流れ作業を全部やってたんですね。なんですけど、売上に直結するのは正直リサーチと出品と、あとカスタマーサポートの部分なんですね。なのでその売上に直結しないところ、例えば保管したり撮影したり、あと梱包したり発送したりっていうところは代行業者さんにお願いしたんですよ。お金を払って自分のやっているものの一部をお願いしたっていう形になります。そう、あとはコミュニティの方でそのグループチャットっていうものを作っているわけなんですけども、その例えばグループを作るためのオンラインでそのサイト作りみたいなのも僕全然できないわけなんで、そういうのを一からやるとですね、多分めちゃくちゃ時間かかると思うんです。なのでそういうのはお金を払ってもう既存のあるものを使わせてもらうってやった方が時間ものすごい短縮できるじゃないですか。そう、あとはズームで勉強会したりするんですけども、そういうオンラインチャットシステムっていうのを僕が一から作ろうとしたらめちゃくちゃ時間がかかっちゃうわけなんですね。なのでズームっていうアプリをもう毎月2000円ぐらい払ってそれを利用させてもらってるっていう感じですね。まあそのおかげで僕は時間が、そのシステムを作る時間がものすごい省けたので、そんな感じで自分が全部やるのではなくて、もうあるものをもう買っちゃったりとか、お金を払ってやってもらって、その代わり時間を買いなさいと、時間の節約になるからっていうことでやっています。三つ目なんですけども、スキル磨きです。まあもうちょっとわかりやすく言うと、勉強っていうのもあると思います。勉強代にお金を払うとか、まあ社会人だったら勉強するよりもスキル磨いた方がいいよっていう、まあそんな感じなんですけども。そう。で、例えばですね、僕毎月ですね、コンサルを受けてますし、あとはオンラインスクールにも入ってるんです。なので僕今、生徒さんという立場でもあります。あとは、Kindle っていうアプリを使って、これで書籍を買ったりしてですね、まあいろいろ読んだり
しています。そうなので、この書籍代だったりコンサル代だったり、そのオンラインスクールの毎月かかる月謝代とかですね、まあ、そういったものを払っています。僕はやっぱ大学を卒業したらほとんどやっぱ勉強ってやってなかったですし、資格を取るための勉強っていうのも、まあ、会社にいる時にオラクルマスターとか基本情報、応用情報とか、あとはなんかマイクロソフトのダイナミクス CRM とか、まあ、そういったあの資格をですね、いろいろ勉強してたんですけども、ただ起業してからは全くなんかその勉強っていうものを特に やんなくなっちゃったんですよね。まあ輸出の勉強ぐらいはやりましたけども、そうで、やっぱ他のアフィリエイターさんとか、その投資家だったりプログラマーの方とお話をするとめちゃくちゃ勉強してるんですよね。なんかもうずっと毎日何かしらの勉強はしてますみたいな、そう話をしていて、でしかもその勉強するの当たり前でしょうぐらいの感覚で言うんですよね。なので僕もやっぱそれに衝撃を受けてですね、やっぱその常に勉強をし続けないと、勉強死ぬまで勉強なんだなっていうふうにすごく思いました。そうなので、そういったあの教えてもらったりとか、あとは書籍を読んだりとか、知識をつけたり知恵をつけたりっていうそのところにお金を使っています。続きまして、ワクワクするアイテム、お気に入りのアイテム、これにお金を使っています。まあもうちょっと具体的に言うと、そのワクワクするものに出会うためにお金を使っているみたいな、まあそういう感じですね。まあいろいろブラッシュアップをしながら使っていくっていう感じになります。で、例えばですね、今この動画を撮影しているこのカメラですね、この重さといい、明るさといい、その映す焦点距離っていうか、その画角の広さといい、めちゃくちゃちょうどいいんですよ。で、あとはこの今上についているマイクもですね、そのコードレスとか、このマイクだけでノイズカットとか、ローパスフィルター、ローパスカットみたいなのができたりとか、そういろいろですね、やっぱこれ一台でめちゃくちゃいいんですよ。で、このカメラのこのセットアップにたどり着くまで結構コロコロですね、いろいろなカメラ試したりとかしました。そうなので、その総額大体もう50万円から100万円近いわけなんですけども、僕はそのお金を一部分、 あれは完全に無駄だったなっていうやつもありましたけども、でもそれらがあったからこそ今のこのセットアップにたどり着いたというふうに僕は思ってるんです。なのでこれは本当に買ってよかったと思ってます。やっぱこれを持つと撮りたいっていう気持ちになるんですよ、させてくれるんですよ。とそういうアイテム最高ですね。あとはですね、エースさんから出ているガジェタブルバックパックっていうこのビジネスリュックサック、これが本当にお気に入りでして、このバックパックにたどり着くまでもかれこれ 4,5 個はカバンをコロコロ入れ替えてます。これは13インチがジャストサイズの小ささですし、あとこの収納がいっぱいあったり、整理整頓しやすかったりですね、あとは私服でもビジネスシーンでも対応できるっていうので、これを買ったんです。これだけ僕はもうカバン、これ1個しか持ってないですけど、これを持つとよし出かけようっていう気持ちにさせてくれます。なので本当にこれ気に入ってます。あとはこちらも仕事道具なんですけども、アーロンチェアの椅子ですね。この椅子の前は楽天で買ったチャッチー4500円ぐらいの椅子なんですけども、背中が本当に痛くなっちゃうんですよ。もうピリピリしちゃって。でも、このアーロンチェアに変えてからですね、背中の痛みがピタッとなくなりましたし、10時間椅子に座りっぱなしでも全然疲れなくなったんです。これはすごいなと思って。なので、これはもう3年間ぐらい使い続けてますけども、お気に入りです。この iPhone 11 Pro Max もそうなんですけども、何かしようと思った時に気持ちいい形でそれをサポートしてくれる、そういうアイテムに囲まれると本当に気持ちいいですし、仕事も楽しくなりますし、なんかお出かけも楽しくなったりするので、そう、まあ、そういったアイテム、自分がワクワクするものに囲まれるための、お金を使うっていう、まあ、それを探すためのお金だったりとか、まあ、そういったものに。で、次ですね、ミニマリストのお金の使い道5つ目なんですけども、人間関係面です。で、人間関係っていろいろあると思ってまして、例えば家族もそうですし、パートナーもそうですし、あとは仕事仲間とか友達とかいろいろあると思います。で、まあそういう方たちの支えのおかげで今の僕があると思ってますし、こうやって YouTube 活動だったり輸出だったりコンサルっていうのができてると思います。そうなので、まあそういったパートナーだったり家族だったり尊敬しているメンターの人に会いに行って、その人に例えばご飯をご馳走したりとか、お土産をプレゼントしたりとか、そういったことをやってます。あとは家族とか、あのパートナーの人に関しては旅行に連れてってあげるとか、そういったことをやってます。なので最近ですね、この人間関係の部分にお金をたくさん使うようになってます。そのウェイトが
大きくなってます。前まではそのワクワクするものに囲まれるとか環境デザインのところにお金を使ってたりとか健康面のところにもうお金をもう完全に使ってたりとかしてたんですけども、最近はこの人間関係のところにもお金を多く使うようになってきました。はい。なので今の僕があるのは本当周りの人のおかげだと思っているので、その人たちに感謝を伝えるだけじゃなくて、なんかそれをまあ少しでもなんか感謝の気持ちを伝えられたらいいなと思ってご馳走したりとかっていうことをやってます。なので前回の動画で坂本一郎さんっていう僕が尊敬する事業家の方がいるんですけども、その方にですねちょっとランチ誘って、そののも僕がお支払いさせてもらいましたし、そう、そんな感じでですねいろいろその輪を広げていきたいなという感じですね。そう、なんか輪を広げてるっていうとなんか下心が見えちゃうかもしれないんですけども、そういう、まあ、お世話になったんで感謝の気持ちを伝えられたらいいなと思って、まあ、そういうちょっと美味しいご飯に連れてったりとかっていうことをやっています。はい。でそのままですね、ミニマリストのお金の使い道6つ目なんですけども、社会貢献です。でまあそれ何っていうと、まあ寄付だったりとかするんです。そうで、まあこれ聞くと、あ、ショッピーさん綺麗事ですかとか偽善者ですかっていう人いると思うんですけども、そんななんか大きな額を寄付しているのではなくて、毎月1万円をですね、まあ、猫保護活動のためのそのなんか団体に募金をしてるっていう感じです。あとはユニセフに募金したりとかもしてるんですけども、そういう感じでまあちょっとずつその募金の額を増やしていけたらいいなっていうのも思ってます。そう、まあって言ったらまあそれ以上もそれ以下もないかなっていうふうに思いますね。なんか寄付以外でももっといろいろ僕自身が社会貢献活動すればいいじゃないかっていうふうに思ってるわけなんですけども、まあでもそれはこの YouTube でその身軽な人を増やすとか、自分の力で自力でその歩いていける人を増やすっていうところで、ミニマリズムだったり、あと貯金だったり、じゃあお金を増やす方法っていうのは、なんていう興味がある方、怪しいって言わない方に対してシェアしたりとかもしてるわけなんで、そう、まあそんな感じで、まあ一人でもその多く国に頼らずに自分の才能を磨いて、それで社会に提供できる人が一人でも増えたらいいなと思って、まあこうやって YouTube 活動やってるわけなんですけども、そう、まあそういう感じですかね。そういうので社会貢献みたいな活動やってたりも、まあまあ好きだからやってたりもあるんですけども、うん、そんな感じでやってます。あと社会貢献に関しては、そう、環境にいいものを買うっていうそのエシカル消費っていうのも今の僕たちだったらもうすぐにできると思うんですよ。で何かっていうと、その環境に配慮した消費の仕方をするっていうことですよね。なんか安いから買うっていう買い物の仕方をすると、必ずその向こうには誰か貧困の人が汗水垂らしてこう苦しんでいるわけなんで、なのでそういう環境に配慮しただったり地球環境に配慮した買い物の仕方をするとかですね、こだわりのそのものを、うん、するとか、そう、あとはその社会貢献活動をしている企業の製品を買ったりとかですね、まあ、そういったものがエシカル消費っていうんですけども、そういったものも十分社会貢献になると思います。そう、なのでそんな感じで社会貢献に僕もお金をちょっとずつ増やしていこうと思ってます。僕は会社員の時に安いから買うとか見栄のために買うとかですね、まあ、いろいろ死に金っていうのをいっぱい使ってました。そう、なのでなんか全然お金は戻ってこなかったです。そう、でもいろんな方に教えてもらって生き金っていうものに使うようになってからですね、いろんなことがうまく回り始めたんですね。その仕事だったり貯金だったり人間関係っていうのがどんどん良くなっていきました。そう、なのでこの動画を見てくれている人もですね、ぜひ生き金にお金を使ってほしいなと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。